キダシャ尺は臨死木尺画家に属する画の一種。犬巻の外中として知られる。インド、マレー半島、台湾、日本。日本にはアシュサブスプ、プライリードルスが分布する。南西諸島及び九州で発生が認められるほか、四国で成虫が確認されたことがある。幼虫、台湾幼虫は尺取虫で、シューレ霊時の体長は45から55ミリメートル。 頭部、前胸、足及び腹足、腹部側面、微端の大色が目立つ。成虫の階長は50から56ミリメートル。光沢を帯びた濃紺の地色に、鮮やかな黄色の帯状の半紋のある羽を有する。幼虫はなぎ、犬巻き、ラカン巻の葉を接触するほか、マレーシアでは、リックリディアム属の接触が確認されている。振動に敏感で、 振動を感知すると吐いた糸にぶら下がって植物上から離れる。また、植草から二次代謝産物の犬巻トン及び薙トンを取り込み外敵に対する防御に役立てている可能性が示されている。成熟した幼虫は途中で溶化する。成虫は中高性過密を摂取するため様々な植物に放火する。夜間、人工の明かりにも飛来する。 産卵は、食草上、主に樹皮の裂け目や枝の付け根に行う。突発的に大発生し、食草を大規模に食害する傾向があり、特に池垣や防風林などに用いられる犬巻の害虫として重要視される。大発生時は樹皮にまで食害が及び、被害を受けた木は越する。南西諸島では、古くから大発生が起きていたと考えられ、1910年代からの 断続的な大発生の記録が残されている。九州南部では1950年代頃に初めて侵入、発生が確認されたが、当時の侵入個体群は数年で絶滅したとされる。その後、再度侵入した個体群は近年不安定ながら継続した発生が認められている。沖縄及び九州南部では最大で 年4回の発生が可能であることが明らかになっているが、九州南部では本来南方系である本州の発育調整メカニズムが気候に適応できておらず、成虫越冬ができないにもかかわらず冬に浮かする、個体が出るなどの不安定な季節象徴が見られる。ありがとうございます。